人数いるもんね。すごい兄弟たくさんになりました。で、登山道に戻ってきました。さっきこう逃げていくっていう先のところかな、なんだけど、頂上に行かなきゃいけないんだよね。頂上はこっちから行けるのかな。ちょっと看板があるので読みに行きましょう。チェック、山頂危険、立ち入り禁止だって。こっちはじゃあ、あ、でもここなんかくぼんでる、くぼんでるけど、くぼんでるけど特に行けない。あー、うん、でもここは行けなさそう。もう一個下のこのこっちの道かなに行ってみましょう。ここをまっすぐ進むと、でもここゴーロンシティなんだけどな。山頂へはどうやって行くんだろう。ここでもマッパとしてはこっち、ゴロン族の国、ゴロンシティだもんね。あ、でもこれ山頂に続くとは書いてないもんね。で、ゴロンシティに戻ってきてしまいましたが、そう、一つ、やってみたいこともあったのですよ。あ、その前にここだ。ここ、こうやったら、ここ道が繋がるかな。あった一個だけ一個だけ壊れてくれた。まあまあまあ、でもこれで通れるからよしとしましょう。で、下にもう一個こう、爆弾取れないなって言ってたところがあったはずなので、そこに、あれ？行ってみたかったんだけど、これ、なんだろう、こんなとこあったかな？見落としてただけなのかな？せっかくなので行ってみましょう。あれ？行ってみましょうだけど、掴む？掴むって何？掴める？これはもう壊れないのかな？これじゃあ。もっと、もっとこう、強い爆弾みたいなのができるっていうことなのかな？へえ、こんなとこあったんだね。なんだけど、じゃなくて、降りたいのよ。2階とか1階とかに降りて、一番下、あ、そうか、ここが塞がってたから来れなかったということか。あれ？こっちから来た？あっちから来た？わかんなくなっちゃった。なんだけど、壺とかも壊しながら行きましょう。種とかね、フラッシュするやつとかもないもんね。あ、ここ爆弾ある。あれ？あれ？登ろうとしてる。あれ？こっち？こっちか。で、ここは2階かな？ 2 階とかだったらピョンってしても大丈夫かな。まあまあまあ、この順当に行きまして、行きまして。あれ？あれ？あれ？で、好きな棒も、ね、どこかで使うかもしれないので、待っておきましょう。で、ここ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 。ここを、来てみたかったので行ってみましょう。よし、よし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 。で、中に入れまして、あー、お店なんだ。喋る。いらっしゃい。店主と話すしてみようか。あ、あんたのおかげで助かったゴロは爆弾買ってねゴロって言ってくれてる。これは何？ゴロン族の作った大人専用の服、熱によるダメージを防ぐ。こっちはお薬、お薬で、こっちは爆弾がいっぱいなんだね。今のところはじゃあいいかな。あ、また話しかけてしまった。と、これは何だろう。ここなんか入れそうな、しまうっていうのが出てくるけど。ん？入れそうで入れない。気になるな。ちょっとこう洞窟みたいに見えたのにな。まあまあまあ、そう、ここ、来てみたかったので、それはそれでよしとして、山頂へはどうやって行くんだろう。ここは順当に上がってみましょう。あ、こっちは違う。こっちは森に出るもんね。このゴロンシティすごく迷子になるの、私だけ？私だけかもしれない。こっちかな？こっちかあっちかわかんないけど、行ってみましょう。あ、合ってるっぽい気がする。違うかもしれないけど。ラッピーいっぱいあるんだけどな。お財布もどこかのタイミングで大きくなったりするかな？しないかな？と、ちょっと期待をしております。さすがにこのゴロンシティの中からというわけではないとして、あー、夕方になってる。これは良くない。これは良くないよ。あ、と、向こうから今、ゴロンの方が降りてきたよね。こっ
ち、あ、ここ、でもここはさ、さっきさ、あの、登れなかったところだね。なんとかしたら登れるのかな、ここ。そんな感じするね。いやー、夜になっちゃった、夜になっちゃった。出てこないでほしいな。これ掴める？これは、いやー、怖いんだけど、爆弾は転がってこないね。これ壊せる？壊せた？何も見えない。あ、よし、壊せたんだね。では、あれも、こうしたらいいんじゃない？あー、これ苦手だな。えい！あ、よし。よし、よかったー。で、ここぴょんって、あれ？これ、なんとかなるかな？向こうに飛びたいんだけど、これどうしたらいいんだろう？これなんとかできない？なんとかできないかな？これなんか壊したら何かあるかな？こっちの、この岩。今のところ特にないもんね。降りてきてた。けど、あれ？これ壊れてない。これはなんか強い岩なのかな？もう一回ちょっとこうしてみて、壊れた。壊れたけど、ルピーが出てきただけ。こっちへはどうやったら、いけた。ここも、こうやって登ったらいいかな。よし。ちょっと爆弾が少なくなってきてしまってるけど、大丈夫かな。よかったー、そうになっていく。ここは行ってもいいのかな。行ってみましょう。そして、これはどこがどうとかわかんないぞ。こっち、ああ、何事、何があったのこれ、こっち行っていいのかな、行ったら危ないのかな、山頂に行ってって言ってた、危ないよ、何これ、なんとかなってる、あ、このためにさ、盾を買ってこいって言われたのかな、収まった。この間に走ってねっていうことだね、きっとね。いやー、怖ー。でもよかったね、ちゃんと買ってきて。そういえば、ドドンゴの洞窟でこの盾そんなにね、こう、大活躍できなかったもんね。いやー、よかった。これはもうまっすぐ行ったらいいのかしら？わー、遅かったね。今ちょっと遅かったよ。あ、でもこれで上からの攻撃から守ってくれるんだね。でー、よし。ちょっとずつ進んでみましょう。危ない。何か見えるけど、あれはなんだろう、扉なのかしら。いやー、何も認識できない。いける。今。あ、雲がいる。よいしょ。こうして、こう。えい。よし。で、倒せまして、ハートが出てきてくれました。ここは登るでいいのかな？向こうにもまた雲がいるね。だけど、ここはじゃあ一旦降りて、ナビが飛んでくれているので、えい！よし。倒せました。ハートは出てくれなかったけど、種が出てくれました。と、落石もちょっと落ち着いたような気がする。あー、また雲がいる。で、こっちに連れて行きましょう。あ、でもなんとかなってる。よかった。降りて。ね、ボヨヨンがいる。チェックしてみましょう。この子はいつも通りのボヨヨンかな？そうだね。4時7分です。って言われている。雲は、ハビー。よし。えい。これで、なんとかなったかな。よし。しまうと、また種が出てきてくれたので、拾っていきましょう。よし。と、ちょっと夕暮れになってきたかな。結構時間が進むのが早いね。びっくりしたー、フクロウさんだー。話しかけてくる感じじゃないんだね。喋る。あ、喋る。できた。よく来たな、リンク。ここが聖なる山、デスマウンテンの山頂じゃ。この山頂の雲に活気あらば、それは山が平和な印。覚えておくがよい。ほほー。覚えておくがよい。ここで少しお前の知恵を試させてもらおうかの。この山頂には大妖精がおる。お前に新たな力を与えてくれる妖精のリーダーじゃ。わしはここで待っておる。帰る時には力を貸そう。さあ、行きなさい。
と火山が元気だったらこの山が元気ということを覚えておかなきゃいけないんだね。とここに飛んでいったのは何だったんだろう。チェックができる。はてなはてなはてな。だってナビが飛んでいったからチェックしてみたけど、なんかこうぶつけてみようか。わー、びっくりした。虫さんだった。で、こうしてみようか。特に何事もない。と、太陽星さんに会うんだね。ちょっと何か入らなきゃいけなさそうな場所があるので、ここでもちょっとセーブをしておきましょう。さてさて、セーブができたので、進んでみましょう。わー、階段だね。ちょっと急な階段がありまして、わー、デスマウンテン加工だって。ここもあれかな、ダンジョンなのかな。ここすごく暑い、長くはいられないよだって。何それ。33秒。どこ、何したらいいんだろう。でも戻る時間も考えなきゃいけないもんね。いやー、あ、ハートがあるんだけどな。これはなんかこう、いろいろ壊してみて、ね、なんかこう、正解があったりとかするのかしら。そんなこともないのかしら。えい、とりあえずこれで、あー、もうダメだね。戻ってみましょう。いやー、でもここしか行けないよね、多分ね。ちょっと待って、でもここもさ、このハテナハテナハテナも気になるから、一回爆弾してみましょう。何事もないかもしれないけど、あ、壊れた。こっちだったのかな、正解は。と、ここも進んでみましょう。あ、いるのかな。何も見えなかったけど、太陽星の泉、ここに真ん中に行ったらいいとかっていうことかな。チェックが今出てたね。チェック、ハイラル王家の紋章が刻まれている。だって、ということは、王家の使いですよーの音楽が必要なのかな？ちょっと、ゼルダの子守歌吹いてみましょう。の前に、オカリナをセットしないと。こうして、こう、あ、そんな感じがするね。どうだっけ？こっち？こうだね。こうだ、合ってる気がする。こんなメロディーだったような気がする。合ってたんじゃない？うん、よかった。後ろに門が見える。あ、真ん中に天使みたいな人がいたね。あ、誰かに笑われた。なんか不思議なのが出てきた。あなたが大妖精さんだね。人型なんだね。すごいニコニコだ。ようこそ、リンク。私は力の大妖精。あなたに剣の技を授けてあげる。さあ、受け取って。だって何かできるようになるとかっていうことなのかな。なんかちょっと不思議な感じ。じゃあこの大妖精さんは3人いるのかな、それぞれの場所に。でも森の大妖精っているのかな。デクの貴様だったのかな。ヒギ、回転斬りを覚えた。 B を押して気合を貯める。 B を離すと回転ビーム。気合を貯めずにやりたいときは、スティックを一回転させ、B で OK。クイック回転で効果抜群。難しいな。回転切りで気合を貯めると、魔力を消費するから、緑のメーターに気をつけて。OK からの使いの少年よ。ハイラル城に戻ったときには、私の仲間に会うことね。新たな力を授けてくれるわー。だって、じゃあハイラル城にもこういう場所があるということだね。戦いに疲れた時はいつでもいらっしゃい。いなくなっちゃうんだね。びっくりした。あ、緑のメーターができた。これを一回やってみようか。こうしておお、どこまで、これでいいのかな。行きます。おお、魔力が宿りました。これは時間で回復するのかな？どうなのかな？そのあたりの説明はなかったけれども、まあ、この、なんか魔法のようなものが使えるようになったのと、ハートが増えたのはとてもありがたい。ちょっと安心で進めるかな。そして、
そしてあなたとおしゃべりしなきゃいけないんだよね、多分ね。大妖精の力で一段とたくましくなったようじゃな。じゃがまだまだハイラルの運命を預かる男には見えぬがの。下界まで行くなら力を貸そう。近くへ来て足につかまりなさい。さあ勇気を出して。ほほー。あ何もしてないけど行ってしまった。さっきのあの熱い場所は何かしなきゃいけなかったんじゃないのかな。出てきちゃってよかったかな。あー、ゴロンの方がコロコロしてた。たーよかった。でもまあ今できることはできたのかな。さっきのところはね、30秒しか入れなかったし。あーすごい、なんか不思議な感じ。え、なにこれ。かかりこ村に帰ってきまして、ここってさ、登れなかった場所じゃない？登れなかった場所だね。あ、ほらほら、ここさ、コッコさんをさ、変なところに投げちゃったーって言ってバタバタしたところの気がする。ここじゃあ、今ここだったら、いいところに降りれるんじゃないかな、と思うので、一旦この辺りでセーブをしてチャレンジしてみましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。